トライベッカは富士中工業が2005年から2014年にかけて製造・販売していたクロスオーバー SUV である。2007年型までは B 級トライベッカという社名だった。名前の由来はニューヨーク市マンハッタン南西部のトライベッカ地区。製造拠点はアメリカインディアナ州のシーア工場。販売は当初は米国とカナダのみだったが、 2006年以降メキシコとヨーロッパ大陸でも販売される。オーストラリア、タイ、イギリス向けに右ハンドル仕様も生産されているが、日本国内での発売はエミアス基調で採算が合わないほか、成熟している国内の SUV 市場で新たに顧客を取り込むのは困難との判断により凍結された。基本のプラットフォームをスバルレガシーと共用しているが、 リアサスペンションは専用のダブルウィッシュボーン式サスペンションを採用している。乗車定員は7名の3列シート構造。スバルらしく卓越した走行性能やスポーティーなデザインのほか、航空機メーカーでもある富士重工業らしく R2 やインプレッサと同じく航空機をイメージしたスプレッドウィングズグリルやインテリアなどを売りにしていたが、インテリアはなかなか好評な一方で、 スプレッドウィングスグリルやヘッドライトは不評だった。航空機のデザインエッセンスを取り入れた自動車としては、同じく航空機メーカーであり、元 GM ドーンでもあったサーブなどがある。2007年のニューヨークオートショーでは2008年モデルとして大きくイメージを変えたフェイスリフトモデルが発表され、前述の個性的だったフロントデザインが一般的なものに改められた。同時に、 社名もトライベッカに変更された。デビュー時は、レガシーシリーズに搭載されていた 3000cc 水平対向6気筒エンジン EG30 を搭載。出力は 250HP だった。マイナーチェンジにより、中低速でのパワー不足が指摘されていたエンジンも変更。排気量を 3600cc に拡大した新エンジン EG36 を搭載した。 この EG36 は EG30 に対し、使用燃料をレギュラーガソリンに変更しながらも出力を 256HP に増大、燃費も向上させている。サーブ、幻の SUV 初公開、ベースはスバル。レスポンス。 http://response.jp://article/2011/07/19/159629.html ありがとうございます。